スターバックスに続いてセブンイレブンも鳥取県に初出店です。1974年に東京都内に1号店をオープンして以来、全国に出店を続けていまして、鳥取県への進出は都道府県の中で46番目となります。セブンイレブンの鳥取1号店、まもなくオープンです。県民の皆さん、今か今かと待っている状態です。セブンイレブンは今日米子市内に3店舗をオープンしました。鳥取県内にはすでにローソンが111店舗、ファミリーマートが66店舗を展開していて、コンビニチェーンでは最後の進出となりました。朝から行ってきたら自慢します。セブンイレブンは同じ地域に集中して出店する戦略で、出店エリアを拡大していて、現在は全国に18,099店舗を展開しています。今回の鳥取県への進出は、製造や物流のインフラが整ったためで、2020年2月末までにおよそ50店を出店する予定です。これで出店していないのは沖縄県だけとなりましたが、現時点では出店の計画は未定ということです。